静岡未来クリエイター入庁2年目で現在は西部家畜保健衛生所というところで仕事をしています。農家さんから問題があると相談があったときは農場に実際に伺って現場を見てどういう状況なのか、あるいはさらに詳しい聞き取りを行って家畜の検体を採材して家畜保健所の方に持ち帰ってきて細菌検査であったり抗体検査であったりありとあらゆる可能性を追求して聞き取りあるいは検査を行います。農家さんから最初相談を受けるときはすごく不安そうな感じで相談を受けるんですけども、原因が分かってそれが改善されると表情も全然違いますし、経営だったり家畜の調子が良くなるので話し方もノリノリで楽しく話してもらえるようになるので、その時はすごく良かったかなと。家畜の伝染病で以前は日本に入ってなかったような豚だったら豚熱、鶏だったら鳥インフルエンザといった感染症が入ってきて問題になっています。今後畜産業界を取り巻く環境がどんどん難しい環境になってくるかと思うんですけども、私たちの指導提案で農家さんの経営だったり飼育状況がどんどん良くなっていって、最終的には私たちの仕事が少なくなるのが理想かなと思います。入庁1年目で東部健康福祉センターの衛生薬務課というところで働いてます。例えばブリーダーだったりペットショップだったり動物を取り扱うお店の登録するにあたって必要な施設の設備を監視したりだとか、動物の健康状態をチェックして特に何かないかっていうのを確認してます。最初はその臨床の動物病院に勤めようと思って獣医科の学校に入ったんですけれども、公衆衛生の部分とかも学んだり、あと感染症ですね、食品だったりあと動物を通した感染症だったりで獣医師として働いていけたらいいなと思って公務員になろうと思いました。地域の方から野良猫に困ってるとか、あと高齢者の方で自分がちょっと病気になっちゃってもう猫とか犬とか飼えないけどどうしたらいいんですかねっていう相談を受けた時に、例えばボランティアの方と相談して、譲り先を見つけるだとか努力をして、殺処分される動物の数を減らす手助けができるという点では仕事をしててよかったなと思います。殺処分ゼロっていうのはなかなか難しいことではあると思うんですけど、今やってることをそのまましっかり続けて殺処分される動物の数を減らしていけたらいいかなと思います。集まれ静岡未来クリエイター。静岡県職員として専門技術を活かせる仕事が待っています。